皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは、1月24日のメンテウマ関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速ですけれども、今週も特にアップデート自身はなくって、まあイベントですね。はい、なります。でマグヌスがまあ使いやすくなったのとか、あとアイテムのなんか、アクセサリーのなんか、はい、削除ですとか、あとまあ仮関係、荘園でもそうです、仮関係デキアですね。はい、あとまあ登場物についてもガレーなので馬は関係なくですね。はい、でマップアイコンが改善されました。まあ、厩舎ってあるんですけれども、厩舎とかあるんですけど、ちょっとまあまあアイコンがなんか改善されたらしいです、マップアイコンが。はい、であとはまあ UI とぐらいですかね。この中にもまあ馬関係はまあ、はい、まあなんか厩舎から登場物リストに出しといて登場物の機能ボタンが、まあなんかバグがあったんですけども、それも改善されたということぐらいで、はい、以上でということで、アップではまあ特になしということで、はい、次まあ見ていきたいと思いますけれども、現在使えるクーポンまとめなんか追加来たんですかね。まあはい、こちらの方をちょっと忘れないようにということと、あともこれはちょっとパスしていきます。で今週のイベントをざっくり見ていくと、まあとりあえずそうですね、まずアバター、新規アバターの関係するイベントですね、ファッションショー、まあ終わりましたか。今25の18時45分なんで、はい。あとなんか染色のそのコンテストもあるので、それとファッションアルバムもそうですね、とあと釣り、表情釣りですかね、ワカサギ釣りですね。でこれあバフがもらえるらしいので、ワカサギイベントのこのこれですね、霜ですかね、ワカサギを渡すとバフがもらえるらしいので、まあちょっと馬やってると、でもこれそうですね、これでもこれ普通の釣りじゃなくってあれですかね、あ、まあ、これはまた後で見ていきます。はい。まあ、ちょっとイベント来てる。で、あと、これですね。大きい馬に関して、ダイレクトにあるのが、24日から2月7日まで、はい。2週間ですかね。はい。で、調教経験値 50% と、登場物経験値 50% ですね。はい。でさらに、ボーネの花、なのでちょっとボーネの花がないと言ってる方もいらっしゃるので、まあ、今回ちょっと頑張って、馬納品はやっぱり馬車で放置、登場物経験値のアップ、まあ、銀刺繍ですとかもその辺つけて馬車放置の方がまあおすすめです。馬車、うん、まあ、できればペリ馬車で、まあ、そこそこ装備もつけて、まあって感じですね。育てるのがいいですね。はい。で、あと、そうですね。これ、無双の桃も来てますので、こちらも必ずお忘れなく、これ、まあ、習慣なので、はい。毎週1回必ず忘れないようにしてください。
これだから物資要請なので黒砂糖の塊100個ですね。で、そのもはい。で、あとこちらログイン報酬でももらえるので、ログイン、まあまあ放置してたら、まあ基本的にまあ大丈夫だと思うんですけれども、はい。あと、ボスの討伐の戦利品がもらえるイベント。まあ、これはまあ、あれですね。で、これ、あと、生活ホットタイム。あ、これも終わりましたね。はい。ということで、31、まあ、週末の秘伝書。まあ、これもですね。はい。で、まあ、あと、ログイン報酬とかになります。はい。バラ戦争とか、まあ前からあるやつなので、そうですね。これ、始めたらもらえるだけなので、ですね。はい。まあ新規復帰ですね。ということで、で、まあ青木ガーモスとか、まあ、はい。ですから、まあ、これも前からある分なので、まあ、はい。飛ばしてと言いつつ、まあ、見ているんですけど、まあ、まあ、これ、まあ、常時なので、まあ、受け取ってくださいっていう感じなので、あ、で、まあ、以上ですので、まあ、今週、そうですね、まあ、馬に関しては、やっぱりイベントですね。はい。で、まあ、ちょっと中、細かく見ていきますけれども、アカデミアというアバターがちょっと実装されて、これなかなか、まあ、ツイッターでもだいぶ流れてるんですけれども、結構染色でだいぶ印象が変わるアバターみたいなので、はい。性能もファッションショー、これはまあ終わったやつですね。はい。で、あと GM の染色どれが好きというのが、まあ、あるので、で、これ、そうです。なんか下に投稿して、まあその中でコメントした10名からという形ですね。これ下映っちゃうのか。あ、そうですね。はい。ということなので、まあ、はい。参加してみてくださいということと、あとは、アカデミアのファッションアルバム。これ、登録、アカデミアの衣装登録すると、まあ、協会支援箱とか、いいね、コメントをつけるとさらにもらえる。だからまあ、ファッションアルバムに投稿するのと、あと、いいね、コメントをつける。はい、ですね。になります。はい。ということで、あと、まあ、アカデミアのアバターに関しては以上で、あと、表情の釣りですね。これは確かなんかこんな感じですね。やって、なんかミニゲームをやって釣れる。で、この、下ですね。下ワカサギ。そうですね。まあ、これ、こういうのとかももらえるので、まあ、馬やってる人も、ちょっと、まあ、かまわったり1回なので、消化。はい。おすすめします。あと、週1回は、まあ、これですね。締めのオーラと、この辺が馬関係あります。で、あと、これ、バフももらえるのの中に、まあ、登場物経験値と生活経験値が、はい。まあ、上がるバフもあるので、まあ、これ、そうです。まあ、まあ、釣り放置じゃないので、まあ、消化し、まあ、してみてくださいって感じですかね。はい。
ということで以上氷上の釣りになりまして、で、まあ、これですね、馬やっぱりこちらが一番大きくって、まあはい、2月7日まで調教経験値と登場経験値 50% アップですね。はい、で、まあ、納品イベーでボネの花と、あと、はい、もう無双の馬がありますので、まあ、黒砂糖の塊100個を用意して各毎週1回ですね、はい、保管するのを忘れなくということですね。はい、で調教、まあ、納品書については、まあ、結構そうですね、まあいろいろもらえるので、はい、って感じなので、まあ今週は大きいのは馬のこのイベントですね。はい、であとこれは血の精液を持ったボス討伐して戦利商品なんですけれども、特に馬に関しては、まあ、ないので、まあイベントありますということですね。はい、ということで以上で新しいイベントで、あとまあも間もなくする終了は、まあ、週末の月秘伝ですね、月の精液、まあ、これも終わって、え、これも終わってない、これだから今あれです、普通のの 50% プラス調教経験値 50% なので、この1週間ですかね、来週31日までは特に放置するといいと思います。はい、ということで以上で見ましたので、あとパール商店見ていきますけれども、まあアカデミアまあ、ちょっと飛ばすというか、まあ、あの馬関係だけ見ていきますけれども、そうですね、割引がこのテンバーの角笛が2月7日までですね。あと狛犬ペットですね、狛犬も2月7日まで来てますので、はい、あとまあこちらシソパッケージですね、登場物スキル変更券と、あとまあオーラとかの分ですね。はい、あとはまあそれですねということなので、天馬の角笛と狛犬とシソパッケージが今週の新しい商品になります。はい、ということで、まあ、これ、まあ、一応アカデミア見ても、ちょっと私まだちょっとすみません、あの買ってないんですけれども、まあ、これ結構染色でだいぶ印象変わるみたいなので、でちょっとね、私メインキャラ女性なんですけども、結構ね男性のアバターのいろいろ見てるとこっち欲しいなとか思ってちょっと悩んでる感じですね。はい、まあどっちも買ったらいいんだとは思うんですけども、はい、ということで以上で日本の方見たので、あと、グロラボの方ですけれども、こちら19日グロラボですけれども、馬に関しては何かまあ見ていきますけれども、あ、そうですね、この馬というか、ま、生活全般で、まあ、馬も関わってくるんですけども、これですね、生活で統合されるので、だから、まあ、ここまあ、釣りあれ、こうか、こう訓練、まあ、訓練ですかね、これ調教のことだと思うんですけども、アニメーション、まあ、これ1個になるので、だから、うん、まあ、馬のやつしか作ってない人はまあ いいんですけれども、まあ、他いろいろ作ってる人はまあ統合されて、ただ結構その統合されてそれぞれ16個まではそのまま残るんですけども、それ以上についてはシルバーになるんですけど、まあ、それが結構美味しいらしいので、今森の結晶とかを持ってる人は、来週のメンテまでに
いずれかの変えといた方がなんかシルバー的に美味しいらしいんですね。はい、ちょっと詳しい計算私も実際してないし、ちょっとちゃんと見てないんですけれども、なんかシルバー、あの森の結晶だから16は残るので、全部がシルバーになるわけじゃなくて16個は残る、でそれ以上がシルバーになるので、はい、なのでまあなんかまあ作っといた方が得らしいです。はい、それでまあ結構だいぶだからまあアイテムの簡素化というか、多分いろいろまあ増えてきたので、まあ過去のアイテムはちょっと簡素化していきましょうという感じですかね。はい、でだからあとこの魔力推奨も1個になるので、まあ一時私もちょっとショート動画にしたんですけれども、これあのこれって多分家紋1回あたりだったので、なんかあの1回割っちゃったらもう馬に関してはみたいな感じだったんですけど、まああのそもそもこちらがまああるので、もう今こちら使ってる人はあまりいないのかもしれないんですけど、まあ統合されることでさらにちょっと潤沢になるというか、はい、なのでまあこれ使ってる方もあれですね、はい、まあ統合で助かるというか、はい、であとこれまあそうですか、まあ馬に関してはその水晶のまあ、一応関わってるのそのぐらいですかね。で、あとそうです。まあ、こちらの方も特になく、まあ、出社もないので、まあ、まあ、大きいというか、馬に関してはその辺ですね。ということで、次、韓国見ていきますけれども、はい、ですね。まあ、あれそうです。はい、で、これ来てますね。なので、まあ、そうですね、それぞれを、まあ、極端にったら、もう、全部それぞれ16個ずつ作った人的には、ちょっと、努力は、みたいな話にはなってしまう。話ですけれども、まあ、はい。統合されます。来週。はい。あとは、まあ一緒で、ですね。まあアイテム観測。で、こちらも、まあ来てるので来週来ますと。いうことで、そうですね、まあそんな感じですかね。うん、まあ、まあに関してはないで、あ、アルパカ、あ、そうか、これあったな。まあなんかアルパカ、そうですね、アルパカなんかあったかな、こっち、あ、これありましたね、アルパカ。まあ、うん、まあ、一応馬に関して言うと、アルパカのなんか、これが、まあ、50代の社員のクラスからの通常のクエストに置き換えられたので、っていうことですね。なんか、まあ、ちょっとアルパカゲットしやすくなった感じですかね。っていうことですね。はい。ということで、以上で韓国の方を見たので、次、インベンですけれども、1月17ぐらいですかね。被害に遭った時。そうです。なんですかね、これ。まあ、あ、ちょっと違いますか。そうです。まあ、特に何かスキルの足りない。まあ、あとは、まどろみに挑戦するのに、まあ、30レベルあればいいので、スキルは足りてなくてもいいので、って感じですかね。はい。
受け取る。でこれ馬の受け取り金額かなんか確か調教レベルで 何か変わってたと思うんですね。はい、っていう感じですかね。ということで、まあ、そのぐらいですかね。はい。ということで、以上で、まあ、見たので、あと中で、パールショーで見て終わりにしたいと思いますので、お待ちください。はい。それでは見ていきますけれども、まあ、ホットアカデミアありますね、これ。はい、これあとちょっとこれあでもなんかえしなマント批評あこれがね結構ちょっとかっこいいなんかいいかなと思って、うん、あのね男性キャラいいなと。まあでもこれもかっこいいですね。なんかちょっとかっこ表示にするとかっこいいというか、はい。で、そうですね、はい。衣装それで、まあ、この辺見て、そうですね。まあ馬に関してはこの辺ですね。であとは。はなさそうですかね。アグリス、まあ、栽培、ただこれ、まあ、そんなに正直、1栽培キャラ1で、このフェンスが欲しければフェンスだけ持ってるので、という感じですので、はい、見ていきますけれども、まあ、一生、あと、まあ、アグリスぐらいですね。で、あと、ペットがこの狛犬ですね。調教をまさしく手伝う狛犬パッケージ。こちらまあ5個までですけれども割引きてるので、まああの狛犬馬始められて狛犬持ってない方はとか欲しいという方は、はい、チャンスですね。はい、チャンスというか安くで入ります。であと頭頂ブスですけれども、失踪ですね、動物用品。はい。これですね。はい。天馬の角笛と、あと疾走パッケージ。はい。ありますので、これ、だから64パールなの5、4、5、6、320パールですけども、この辺ですかね、つくので、ですね。はい、搭乗物スクロー経験値増加経験値、はい、とかつくのでっていうことですね。はい、ということで以上で見たので、あと最後ちょっと今週クーポン番号ですけれども、こちらの5つありますので、もう多分クーポン欲しい方っていうのは、あのこれ、まあ、1ヶ月に1人1回どれかクーポン1個しか使えないんですけど、ただあの配信者の全部合わせてなので、はい、多分もうだいぶ、まあ、クーポン欲しい方はもうすでに取っちゃってると思うんで、まあこれ多分空きかなり出てると思うんですけれども、まあまだクーポンっていうのを入力してなかった方はまあ使ってみてください。ということで以上で1月24日のメンテ馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。